皆さんこんにちは。日本一小さい営業マンのカイトです。今日の動画では身体障害者の僕が車を運転するための工夫や車選びの際に気をつけた3つのポイントをご紹介したいと思います。体に障害があるけど車に乗りたい、でもどんな車を選んだらいいかわからないという方のために参考になればと思いますので、ぜひ最後まで見てください。僕は手足などの関節が曲がっている病気を持ってるんですけど、車を運転することができます。身体障害者の方の中では車を改造される方が多くて、例えばハンドル操作の補助器具や、あとはブレーキやアクセルなどを手で操作するための改造を施される方が多いんですけど、僕の場合は車選びをこだわることで改造なしで運転することができているので、ぜひ参考にしていただければと思います。まず一つ目のポイントは、座席の調節ができるかというところが大きなポイントになります。僕の障害の特性として、身長が139センチで手足も人より短いので、座席を前に出せるということはもちろんのことなんですが、座面を上に上げれるというのもこだわったポイントの一つです。座面を前後に移動できる車っていうのは結構あるんですけど、軽自動車の中で座面を上げることができる車っていうのがなかなかない中で、僕はこの車を使っています。この車で座席は一番前に出して、座面は一番高い位置で調節して、アクセルとブレーキが踏みやすい位置で運転をしています。そして運転がしやすいように、背もたれと自分の背中の間を埋めるために分厚いクッションを置いています。シートベルトをつけるときは僕は手が後ろに回らないので、あらかじめクッションにシートベルトを引っ掛けておいて、シートベルトをつけるようにしています。2つ目は、ボタン式のエンジンかどうかということがこだわったポイントです。僕は右手の方が不自由で鍵を回すことが難しいので、ボタン式エンジンにこだわりました。ただボタン式エンジンの車はすごく増えてはきているんですが、どうしても右側にボタンがついている車が多くて、僕の場合右手の方が不自由ということがあって、どうしても右手では押しにくかったり押せなかったりするので、左側にボタンがついているものでこだわって選びました。ちなみに自動車学校の教習所には鍵式の車しかなかったので、教習所の先生が僕のために特注で木工細工でテコの原理を使って簡単に鍵穴を回せるような特殊な補助器具を作ってくださいました。本当にありがとうございます。車種選びのバリエーションを増やすために、鍵に関しては補助器具を使うというのも一つの方法かもしれません。3つ目は、ギアやサイドブレーキが硬くなく自分の力で切り替えられるかどうかです。ドライブやバックなどを切り替えるギアのボタンがどうしても硬くて自分で切り替えることが難しい車種があったので、とにかくいろんな車を試乗して自分でギアが切り替えられるかどうかっていうのを確認しました。そしてあとはサイドブレーキなんですが、サイドブレーキも横についてる引き上げるタイプが多いと思うんですが、僕の場合やっぱりどうしてもボタンが硬かったので、足踏み式のサイドブレーキにこだわって探しました。今日は僕が車選びでこだわったポイントを3つご紹介しましたが、まずはいろんな車種に乗ってみることが一番だと思います。やっぱり車種によって座席の調節であったりとか、あと見える視界も全く変わってくるので、自分のストレスなく運転できるポジションに調節できる車っていうのを探してみることが一番だと思います。もし皆さんが車選びの際にこだわったポイントがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が良かったよと思っていただける方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。